クセニア・ゲオルギエブナは、ロシアの皇族。ニコライ一世の彦で、ロシア皇女の称号を有した。ゲオルギー・ミハイロビチ大公とその妻マリア・ゲオルギエブナ、人の間に生まれた第二子、次女。クセニアは、第一次世界大戦が起きた当時、母マリアと、姉ニーナと共に、イギリスに滞在しており、戦時中も同国に泊まった。 父ゲオルギー大公はロシア革命後の1919 19年他の皇族たちと一緒にボリシェビキ政府によって処刑された。クセニアは1921年パリでアメリカ合衆国の鈴財閥の御蔵子であるウィリアム・ベートマンディーズと結婚した。ウィリアムはクセニアの母方の王子であるギリシア王子クリストホロスの次息子にあたる人物だった。夫妻は大富豪として ニューヨーク社交界に強い影響力を持っていた。リーズ夫妻は、ナンシー・ヘレン・マリーという娘を一人設けた。クセニアは、最後のロシア皇帝ニコライニセイの末娘、アナスタシアを名乗るアンナ・アンダーソンの主張を支持した数、少ないロシア皇族の一人であった。クセニアは、アナスタシア大皇女の、また10枚で、年が近いため幼い頃は親しい遊び友達だった。 クセニアは1928年にアンダーソンを自宅に滞在させたが、やがてアンダーソンとは異世界が原因で決別した。クセニアはその後もアンダーソンをアナスタシア大公女だと信じていたが、その主張は他のロシア皇族やアンダーソンの主張を認めない、人々から批判の的になった。クセニアは1930年にウィリアム・リーズと離婚し、1946年に ハーマンジャドという男性と再婚し、1965年9月17日に亡くなった。ありがとうございます。